まずは気になる桜のつぼみ開花が待ち遠しい毎日が続きますが、水口さんです。はい、今日ウェザーニュースから松山道後公園の最新の桜開花予想が発表されました。はい、最新の開花予想はこちら、3月22日となっているんです。これ前回の予想とは変わってない、同じ日ですよね。そうですね、はい、変わっていないんですよね。はい、日に日に成長している桜のつぼみ、今日の状態は松山市の道後公園です。昨日つぼみの先端がうっすらとピンク色に変わっていたこちらのつぼみなんですが、今日は花びららしきものも見えてきました。一昨日から今日までのつぼみを見てみると、日に日に成長しているのが分かりますよね。そして午後3時、松山地方気象台の職員が観測にやってきました。標本木全体をじっくり観察し写真を撮りますが、咲いてないという状況になっています。はい、去年は観測史上2番目に早い3月15日に開花した道後公園のソメイヨシノ、その開花4日前のつぼみと比べるともう少しといったところです。うん、そうですね。はい、つぼみの方がこう伸びてきているのが数輪ありますので、まあ、その辺が先に来るのかなというふうには考えておりますが、この先開花までの鍵を握るのは気温です。気温の方がまあ順調に上がってくればつぼみの方も順調に咲いてくるかとは思いますが、ウェザーニュースの最新の開花予想では、他にも松山城山公園が3月24日、今治市の平木山公園が26日などとなっています。